シアストーク。ハロー皆さん、お元気ですか？今日もね、行きたいと思いますよ。今日はですね、この前行ってきたクーバージャパンについてちょっとやりたいと思いますよ。クーバージャパンって知ってますか皆さん？クーバージャパンについてですね、今すぐググってください。クーバーっていう、オランダだったかな、クーバーって人が、発祥を作ったサッカーの、コーチングアカデミーみたいな、コーチングスクールみたいなところなんですけど、そこにね、この前行ってきたんですよ。そこでね、やっぱ指導者が子供たちに対するアプローチとかが素晴らしいんですよね。なんでかって言ったら、クーバーは民間なんですけど、サッカーの指導者養成の機関を持っていて、そこで1年間研修を積んだ人が全国のクーバージャパン そのサッカースクールに行って、コーチをすることができるんですよね。その資格のために1年間勉強しなきゃいけないんですよ。だからコーチングの勉強を民間がしてるんですよね。サッカー協会とかいうあれじゃなくて、そこに働くための。だから面白いなと思って、僕興味を持ってですね、行ってきたんですよ。この前行ってきたクーバージャパンのコーチングに関して少し、皆さんに、お知らせしたいと思いますよ。その1、いいですか？勢いがある。やっぱね、トレーニングに、勢いがあるんですよ。勢いが、うわーっていう勢いが、それはね、もちろん指導者、コーチングの、コーチのテンションも大事、テンションも大事なんですけど、その勢いってすごく大事なんですよね。そのトレーニングとトレーニングの間とか、トレーニング最初から終わりまでずっと勢いのある、そういうねトレーニングをしてましたね。その2、トレーニングにですね、もちろんねストーリー性があるんですよ。ウォーミングアップではこんなします、これをこうします、ああしますっていうことをやって、どん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 段階的にレベルアップしていって、最後はゲームで確認しましょう、ゲームで確認しましょうっていう。だからトレーニングのねストーリー性とね、テンポ、テンポいいですね。どん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 パン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 って進んでいきますもんね。勢いがあるとかぶりますけどね、それはねすごく大事です。僕がね意識してるのもこの2つだったりするんですよ。で、今日のテーマは何っていうことをねしっかりと伝える。最初にこのトレーニングのテーマはこれ、何、こうですよ、こうですよ、こうですよっていうことをちゃんと伝えておく。そのストーリーの中でトレーニングが展開されていきますね。その3、個別のフィードバックです。しっかり名前を呼んで、今、何々くん、今のはすごく良かった、何々くん、今のはね、今のどうしたらいいと思うっていう問いかけがすごく上手。問いかけと、その今日のテーマの認識をさせるっていうところ、そこがね、すごく大事なんですよね。絶対にパスだろう、今何してる、走れ、動け、前見ろ、そんな話は絶対しない。前見ろって言うんだったら、前見ろって言いたいんだったら、どこ見たらいいと思う、どこ見てる、今どうするっていう、こういう風に問いかけをする、問いかけをする。で、パスじゃなくてシュートを打ってほしいって時は、今どこにいた、今どっちの方がいいと思う、パスがいいと思う、シュートがいいと思うっていう風に問いかけをする。やはりね、いいトレーナー、いい指導者っていうのはね、上手な問いかけなんですよ。上手な問いかけ、すぐにね答えを、お前なんとかだろ、なんとかだ、どうしろ、ああしろっていう指示とか答えを出すようなことはしないんですよね。すごくねいい問いかけをしてます。やはり素晴らしかった、素晴らしかったですね。4つ目ですね、ポジティブな発言。なんとかしなさいとか、なんとかじゃないよって言わない。常にポジティブ、なんとかしようぜ、なんとかだぜ、なんとかだよ、そういうねポジティブな発言すごく大事ですね。一つもね感情的にならないんですよね。でポジティブな発言っていうのがね、どん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 繰り返していく。で子供たちがねどん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 変わっていくんですよ。やっぱりチャレンジして、何やってんだ、早くやれじゃないですよ、早くやれとかじゃない、早くやった方がいいよねって、一回でも多くやろうぜって、そういう問いかけ、そういう発言がねすごく大事なんですよね。もう本当、もう本当素晴らしい。5つ目にですね、技術論でものを喋るっていう。例えばすごく集中力が低い時間帯があったんですよ。もう子供ですから集中力低くなるじゃないですか。集中力低い時に、おい集中しろ、何やってんだ、おいミスするなってこと言わない、絶対。みんなどうやったらミスが少なくなると思う、なんでミスすると思う、準備が足りないと思うよ、頭の準備してますか、体の準備してますか、みんなは力持ってますよ、準備が足りないだけだと思うよ、どうやったら準備、いい準備って何だった、そういう問いかけするんですよね。おい集中しろっつって、そんなこと言わないんですよね。いやもう本当に勉強になった。そういう、問いかけとか言い回しだとかっても特にそうだけど、このアプローチの仕方ってのがねすごく大事で、ちゃんと考えさせるやっぱねことが大事なんですよね。6つ目に、大人の目の多さ。やっぱり大人の目が多いってすごく大事なんですよ。指導者一人だけだと、チーフコーチみたいな方が一人いて、3人大学生のバイトが
バイトでスタッフがいたんですけど、やっぱ子供たちへのアプローチの数が全然違うんですよね。はい、これやって、あれやって、これやって、はい、そうです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 って言ってても、一人の目だと目が行き届かないんですよ。だけど、やっぱ大人のがたくさんいることによって、子供たちはやっぱ、先生見て、コーチ見て、これできるようになったよとか言いながら、チャレンジするんですよね。やっぱりその大人の目ってね、すごく大事なんです。もちろん子供たちの変化にも気づきやすいし、大人の目があるっていうのはね、すごく大事なんですよね。あと一緒にやってみせるっていうのがすごく大事。一緒にやってみせる、こんな速いパスできるんだとか、あ、こうやってボール止めるんだとか、あ、こんなことができるんだって思いながら子供たちがね、学んでいくんですよ。それはね、大人の目、大人のプレーっていうのがね、すごく大事でしたね。面白かった。ラスト、7つ目にチームスタッフの連携ですね。一人のチーフ、コーチがいたとして、あとの3人はアシスタントなんですけど、この人たちがね、実にうまく動く。一人のチーフが物喋ってる時には3人は物喋らないし、ちゃんと子供たちもやるし、でそれに対して促していく、どん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 。でチーフの人は、子供たちももちろん見る、子供たちにアプローチしながらコーチにもアプローチする。コーチ、こ、次こうして、ああしてこうして、 こんなことやってごらん、ああしてごらん、次これお願いねってやってくる。それをね、やるんですよ。もちろんトレーニングの前にはみんなで話し合って、今日はこういう技術をやります、今日はこんなことをやります、こういうことに注意しましょう、ミーティングをする、終わった後に今日の反省何だった、今日の気づきは何だった、そういうチームスタッフの中でミーティングをする、その共有する子供たちの情報を、そういうところがですね、クーバージャパンのこのコーチングクリニックを見て、スクールを見て感じたことですね。本当に素晴らしい。もうハンドボールの特に小学生の指導者で、あそこまで子どもたちにアプローチできる人はいないんじゃないかなと思いますね。うん、走れ、何してんだ、パスやろ、なんとかや、なんとか、シュート、おいみたいなことは言うんですけどね。いやー、それじゃあちょっとなと思って。もうみんなハンドボールしてる人みんなに見てほしいなと思って。クーバージャパン、サバエコーの原島さんっていう方だったんですけど、素晴らしいコーチでした。僕は本当にいろんな競技のね、コーチに会って、そういうコーチングを見て、学んでいきたいなと思うし、ハンドボールの指導者育成とかが、民間でできたらいいなと思うし、こういうことをね、コーチングラボとかを、いろんなインパルとかにも協力してもらいながら、広まっていけばいいなって思ってはやってるんですよね。今後も勉強して気づいたことがあれば、伝えていきたいなと思います。では、ありがとうございました。クスニョンセーペン、シアストック。チャオ。